はい、実況させていただいてます。白熊です。よろしくお願いいたします。今日はね、アイデムのね、解決やんちゃ丸というゲームをね、やっていきたいと思います。普通のね、アクションゲームですね。はい。こちらね。すげえ久しぶり。助けて候ね。これね、たまにやってたんですよね。懐かしい。これね、解決やんちゃ丸ってね、一応実はね、3まで出てんですよ。2と3もね、出てましてね。はい。まあみんな知ってんのかね、1の方がね、知名度高いと思いますけどね。一応2も持ってるんですけどね、僕ね。で、3はレアなんですよね。ファミコンのかなりの後にね、後期に発売されて、3はね。2と3はだいぶ後期に発売されたんですね。これ一発で死にますからね、このゲームね。難しいんですよ。これ、しゃがめるの一応ね。あ、そうか。赤いやつ、強いやつやね。ちょっと怖いな。ジャンプした、着地した時にちょっと来ることがあるから。よし、今。よし。これ、確かゲームボーイも出てる。うわ、やばい。危ねえ。あ、しもた。一面で死んでたらあかんな、おい。あかん、やば。難しいね、なかなか。おっと、怖いな、これ、来るのが。これ、キーなく来るからね、これ。これでボスですね。そうそう、これね。おたふく太郎かなんか、そんな名前やった。うお、怖っ。あれ、ちょっと待って。飛んでいく。当てるたびにね、これ、取りに行かなきゃいけないんですよね、これね。倒した。はい、これで一面クリアですね。二面ね。このゲームコンテンツなかった気がするなぁ。あったっけ？なかったような気がするけどな。あ、しもた。これね、結構僕昔ね、最後の方まで行ったんですけどね。クリアしたような記憶もあるなぁ。確かね、だから、コンテにあったかもしれんなぁ。危ね。危ね。怖いなぁ、これ。怖いなぁ。危ね。金落としていった。これでもうクリアかな。あ、そうか、こいつか。
うん。これだけやったよな。この繰り返しやったな。ジャンプでこう飛び越えるだけやもんな、基本。うーって書いてあるもんな。あ、しもた、当たったんか、あれ。こっから。あ、危ね。さっきこいつ赤いやつ出てこなかったよね、さっきは。さっさと倒した方がいいんですよね、こいつはね、厄介だから。なんか、逃げようか。これ最後の残機やもんね、これ。あかん。意外と難しいな、飛び越えんの、これ。これコンテにはできないの？あ、できないんや。これタイトル画面コンテによって出るかな？あ、あるわ、よかった。これそのまま行った方がいいよ。よかったよな、これ。おお、怖っ。あれ？何当たったん？え？何当たったん今。なんで死んだんかわからんかった。これそのままこうやって避ければよ。あ、そうでもないか。一発で死ぬから難しいよな、これな。あかん。やっぱそのままいけるわけでもないんやな、これ。でも最初からコンテナがついてるゲームってのもなかなか珍しいな、この当時としてはね。これ登って倒すんか、これ。あれ。登って倒す方がいいってことか、こうやって。うわ。あかん。いや、もうここ行ければいいよ。やばい。あ、しまった。そのまま降りたらあかんやん。うわ、こっからかい。結構ここ難しいなぁ。この場所っていうか、後半の方が簡単やね、これね。この面はね、ここの方が難しいと思うね。よし、なんか取れんのか、これ。よう分からんな。やばい、やばい。
や、そのまま、うん、よいしょ。おい、これポカリ打ったらええんちゃうの、これこうやって、うん、おい、あかん。これどういうパターンだったら当たんのやろな。当たるパターンが難しいな、これ分かりにくいな。当たり判定的には当たってないんやけどね。当たったことになってんのよな。当たり判定がいまいちよくわからんな。結構シビアなんやな、当たり判定が、これ。意外と難しいぞ、この2面は。いいやろ。ここ乗ってたらいいってことじゃん。あ、そうか、あれ取らなあかんのか。そうか、剣取らなあかんねん。いや、もういいわ。はい、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。はい、これレトロベッド4の、あ、これ外国版やん。4の方だったら、アーケード版入ってますからね。はい。外国版ですね、これね。あら。すごいなぁ、もう。最初で死ぬとはね。結構難しいんですよ、このゲームね。これ、レトロビットジェネレーションのコントローラー自体がちょっと操作性悪いとこもあるからね、ちょっとね、やりづらいとこもあるんですけど。これ僕、実機でもね、過去に4年前にプレイしてますからね。強いです。赤いやつ強いんですよね。怖いんですよ、一面から。怖っ。はい。なかなかね、一面から難しいんですよ。一発でやられるから。あー、むずいな、相変わらず。これ僕ね、過去にね、クリアしたことあるんですけどね。実況プレイでは残ってないんですけど。子供の頃にクリアしたことありますけど、このゲームは。でもあんまり覚えてないですけどね。あと、バイオ戦士団もちょっとリベンジしたいとこもあるんですけどね。これ一面のボスなんですよね。あ、ふうふうって言わないんや。外国版は。日本版はふうふうって声が出るんですよ。こっちは出ないですね、外国版は。はい、クリアします。はい。はい。
ああ、しまった。しかもこれコンテナなかった気がするな。ゲームがなったら終わりやった気がするから。ああ、そうか。こうやって倒すんですよ、これね。忘れてますね、完全に。これコンテナなかった気がするな、このゲームも。確か。ああ、そうか、爆風ダメなんやな。ゲームオーバーですね。あんな昔3面とかまで行けたのになぁ。コンテナないですね、これ。あ、できるやん。コンテナできますね。これは良かった。コンテナクイーンがあるっていうのが親切ですね。裏技とかしなくてもコンテナできるっていうのが。まあ昔クリアした時もコンテナを使ってやってたと思いますからね。あぶね。ああ、そうか。むずいな、相変わらずこのゲームは。最初からやしね。これボスがまた強かったんですよ、この面の。なんかお地蔵さんみたいなボスが強かったんですよ。やっぱ早く行った方が良かった気がするな、ここは。この場面もね。ああ、もうマジか。難しいなぁ。これクイックセーブできるんですけどね。クイックセーブするかなぁ。最後の残機やもんな、これ。これ2発ずつか撃ってもらわないやったっけ。なくなりましたね、あれが。あ、3発撃ってくる時あるな。やばいやばいやばい、怖っ。今揺れてたな、画面がちょっと。このシーン長すぎないか。怖いわ。やっとここまで来た。これ後半ですね。もう最後の残機やからなぁ。おお、怖っ。うわ、あんな撃ってくるのは覚えてないわ。これコンテニューね、また2面の最初からでしょ、これ。これね、残機がある状態で、この前半クリアできたら、クイックセーブした方がいいですね。じゃないと進まないわ、これ。しまった、ベルに気が取られた今。うわ、
こっからやもんな。きついな、これ。何回やっても最初からですからね。だから進まないゲームなんですよね、これ。あ、危ね。今当たってたけどな。あー、それは避けられへんわ。これはちょっとな、進まないな、このゲーム全然。こんなんじゃ。昔よくこれでクリアしてたな、俺。鬼門ですね、これ。もう2面のこのシーンでもう、かなり鬼門ですね。パターンがないですもん。打ってくる規則性がないから、読めないんですよ、パターンが。この雑魚も出てくるしな。ジャンプしない方がいいのかな。あ、取れないか、あれ。取れないね。最後の残機やもんな。ここでクイックセーブしてもしょうがないもんな。後半の方が簡単ですよね、これまだ。前半よりね。あー、もうマジか。なんで当たれへんねん、そこで。ゲームオーバーですよ。進まないな、このゲームは。これ、クイックセーブこまめにするかな。じゃないと無理やな、これ。この、だから最初のこの残機で、ある程度進んだらクイックセーブしないとしょうがないですね、これ。ここでクイックセーブするか。はい。保存ですね。H。はい、これでいいですね。で、戻って、ロード。だから1機目である程度進んだら、クイックセーブした方がいいですね。それだと進まないですね、これ。あぶね。あー。ちょっと待って、これロードしようか。今のは、ちょっと今のはロードしよう。はい。ここは一気でも死んだらもうね、ロードした方が絶対いいと思います。それだと進まない。ここでクイックセーブ。はい。保存ね。1でいいな。1でいいや。はい。はい。上書きですね。に戻ってロード。ここからはね、後半になりますから。たまにね、これ、剣を振り回しててもね、貫いてくるときあるんですよね。さっきやられたようにね。だから油断できないんですよ。で、ボスの手前でもう一回セーブするか。この方がいいな。これまだ、後半の方が簡単ですね、この面は。はい、ここで、クイックセーブ。はい。保存します。はい。で、1でいいな。はい。上書きね。3つまでセーブできますからね、これ。で、ロード。はい。はい、これでいい。あれ？ちょっと待って。フリーズしちゃったやん、これ。マジか。ああ、フリーズじゃなかった。ポーズしてたからか。よかったよかった。ああ。これもめっちゃ強いんですよ、こいつね。うん。
あ、そうか、ポーズしてるからな。ポーズせずにこれクイックセーブした方がいいな。ややこしくなるね、これ。フレーズみたいに思っちゃうな。はい、これクイックセーブしましょう。はい。で、戻ってロードですね。これがちょっとめんどくさい作業ですけどね。あ、これあれか。どうしてもポーズするような、ポーズしてしまうんや、これ。当たった。はい。これ連打してたら当たるんですよ、そういえばね。忘れてましたけど。ある意味一面のボスよりこっちの方が楽なのかな。ただ硬いという。これね、一回一回ね、剣が飛んでってしまうというね、そこは情けないですね。で、取りに行かなきゃいけないというのは情けないですけど。一面のボスよりめっちゃ硬いな、こいつ。これあれか？当たってないのか？後ろから当てなあかんとかそういうことか。あ、倒せた。あ、今食らったやん。うわ、強い。ちょっと待って、今まで当たってなかったのかい。はい、ロード。ちょっと待って、どういうこと？ちょっとどういうことよ。あー、しまった。これ、こっから戻るっつうのが嫌やね。その手前からやらせてくれないところが。そうか、こうなったらダメなんでしょうね、おそらく。あ、そうか、剣持ってなかったもんな。取りに行くの忘れてたわ。これめっちゃむずいなぁ。これちょっと上のところでダメージ与えるのか、こうやって。こういうことか。あ、ここだと当たらないんや。あ、そうか。取らなあかんかった。危ない、危ない。あ、当たるやん。端っこでも当たるんや。難しいな、これ。めっちゃ強いやん。二面のボスこんな難かったっけな。あー、取りに行ってなかった、今。こっち側は当たんないんですね。うん、当たんないですね。で、パキンってなったのはダメージ与えてないんですよね。これ上にいればいいのかな？あー、それでも当たんのかい。これむずいなぁ。めちゃめちゃむずいな、これ。強すぎるなぁ。全然進まないで、これ、クイックセーブしてなかったら。これは全然当たってないですよね。どういうことなのかな、これ。鉄球に当たったらダメってことか。本体に当たらなあかんねんね。危ね。え？あ、そうか、帰ってくるからや。むずいな、これ。アホか、ほんま。アホやな。アホほどむずいな、これ。こんな手こずるんやもんね。あ、何しとんねん、ボケがあんまね。これ、ロードするのもめんどくさいぐらいやな。一手間かけるからね。
あー、くそ、それでも当たんの？これむずいな。全然進まんな。あー、そう、取りに忘れた。めんどいな、これ。アホか、ほんま。忘れるわ。一発食らわせたら取りに行かなあかんっていうのがめんどくさいな、これ。連続でダメージ与えられへんってことやからね。ああ、もう、これ無理やろ。ストレス溜まってくるな、これ。この場合ダメなんですね。え？なんで死んだ今。なんで死んだかわからんかったで今の。いやーこれはきついな。なんか切れない気がするな。何発当てたら死ん倒せるんかなこれ。あ、なジャンプしてんねん。これダメなんですよね。当たってないんですよね、これは。これもダメなんですよね。ああ、倒せた。やっと倒せた、おい。日差しが出てきましたね。3面までやっときましたね。これ、クイックセーブやな、間違いなく。保存。1。はい。いや、久しぶりですよ、3面やるの。はい。で、ロード。3面久しぶり。まであったかちょっと忘れたけどね。これ7面か8面とかそんなんじゃなかったっけ？違ったかな？懐かしいな、でも。3面懐かしいですね。これ下からいけるのな、これな。あー、しまった！何してんねん！何ジャンプできんかってん、おい。また最初からやもんな、これ。あいつは、はい、ここで落ちて死んだね。2面よりね、ここの方がまだ楽だった気がするんですよ。あー、でも強いこいつ。楽とか言いながらやられてるしね。ここは半分なんやね。この強いな、こいつな。取れないな、これ。ムササビ忍者めっちゃ強いな。あー、怖っ。怖いな、あいつ。うわ、うわ、怖っ。
細くなってきましたね。ああ、もう覚えてないもんな、倒し方。あいつ、無視した方がいいのか。ムササビ忍者は。必殺は進んで進んでね。はい。クイックセーブしてみましょう、ここで。はい。保存。1でいいね。はい。で、ロードすればいいと。まさかまだヤンチャマロにこんな燃えるとはね。はい。ロード。久しぶりでしたもんね。この3面以降やるのが久しぶりなんでね。あ、倒した。そうか、3面は前強くなかったですね。確かあんま強くなかったイメージがありましたけど、確かにね。うん。洞窟みたいなんじゃ、あ、そうやね。洞窟でしたね。思い出した。保存しましょう。はい。やっぱクイックセーブ便利ですね。ほんと。これがないと全然進まないと思います。普通に考えてね。どうぞ。レトロビットジェネレーションはね、しょぼいゲーム機と言われますけど、クイックセーブできるからまだ、そこはいいですね。うん。音楽変わりますからね、ここから。ちょっと待った。日差しが出てきたから、ちょっと。これでちょっとはマシになったかと思います。はい。ああ、おったな、これ。危なかったね、今ね。やられるとこやったよ。厄介なこいつ。早く倒さなあかんねんな。うわ、何気に難しいというね。この手裏剣意外と弱いですよね。この剣命中率悪いんですよ、意外と。大丈夫なんですよ、当たってもね。あ、なんかあったな、これ。これ当たったらダメなんやったっけな。覚えてないな。ああ、ダメなんですね。はい。これは、前半いけたら、クイックセーブですね。はい。前半のノーコンテンツじゃ死なずに行けたら、はい、これ間違えてスタートを押してしまったらコンテンツミスで最初からになりますからね。あれも気をつけないといけないと。タイトル画面戻った時ね、普通にスタートしてしまったら一面からなってまうんで、それも気をつけなきゃいけないと。これで粘って粘ってね、昔クリアした記憶はありますね。うん、
まあここまだ2面のね前半よりはまだマシな気がしますね。2面の前半の方がむずいと思います。ある意味1面の方が難しいですね。ある意味1面2面の方がむずいと思います。うわこいつ厄介やな。ちゃんと倒せない場合はああいうふうに残るというか厄介な攻撃してくるんで、動きがね、ほらほら突っ込んでくるんですよ。まあ、簡単でもないな。やっぱ難しいな。最後の残機やからな。死んだ方がいいな、これ。はい。また最初からやった方がいいわ。はい、これで、こうですね。はい。まあ、クイックセーブしてるからいいんですけどね。間違えてコンテに寄せてしまったとしても、ね。コンテに打つが、間違えて最初からスタートしてしまったとしても、まあ、クイックセーブしてるから、まだそこはね、大丈夫ですけどね。これもなんかある程度ね、ノーダメージでね、ノーコンテじゃ死なずに進んだ場合は、クイックセーブした方がいいかもね。この辺とかね。その方が効率いいな。はい。それで進みが悪いです、そうじゃないとね。死んだら最初からになるから、その度にね。方がいいな。戻って、ロード。うわ、強えな、こいつ。処理剣もまたこれね、命中率悪いんですよね、これ。ロードしよう、ロード。もう一気でも死んだらロードやな、これ。はい。こいつやられたね、さっきの。当てにくいんですよね、妙にこれ。ほら、何これ。この命中率の悪さ。これもちょっと、もうちょっと進ん、これね、進む、ちょっと進む、もう、ロード、クイックセーブした方がいいですね。これ結局またね、こういうことになるから、ここでもうクイックセーブ。もうちょっと先がいいか。これでもういけたか、なんとか。はい。これでクイックセーブしようか。こうでもしないと進まないわ、これは。ほんと。厄介。あー、しまった！何しとんねん、おい。もう何ロードしてんねん、間違えて、おい。セーブやんけ。もうこいつ倒すから、これセーブするか。その方がいいな。ここから後半ですから、はい。ここで保存ですね。2でもいいか。2でもいいや。はい。で、戻って、ロードで2ですね。ロードで、じゃあ。何ゲームやめてんねん。ロードで2。これ当たってやられるんですね、これ。うわ、むずっ。まあ、こっから始まるから、まあ、やってもいいけど、そのままね。出てこなくなる瞬間を狙っていかなきゃいけないってことですね。危ないか。いや、ギリギリやな。読めないな、これ。怖っ。あー、ちくそ、なんでジャンプできんかったん、おい。
わ、出てこんかったやん。ちょっとこれロードやな。めちゃくちゃ難しいね、ここ。ああ、いっちゃうっつうね。あ、そうか、これ間違うから、やっぱ1にした方がいいな、保存な。慌てるからね、どうしても。これ出てくるパターンわからんな、これ。読めないですね。規則ですね、結構。ああ、なんで?ジャンプできない時あるのがよくわからんな、これ。たまにジャンプできない時あるんですよね、あれ。慌てるからかな。ボタンがちゃんと押せてないところか。おっと、やばい。危ね。これパターンが読めないですね、これ。泡が出てくるパターンが。ちゃんと押せないからですね。レトロビットのね、このコントローラー操作性悪いからね。こう、パターンがこう、ああ、危ね。パターンがないですね、あれ。よし。ここでクイックセーブするか。その方がいいわ。結構進んだから。保存。1に保存しようか。はい。で、戻って、ロードして、1。これ、ちゃんとね、覚えとかなきゃいけないですもんね。自分で、どこで、どこにロードしたか、ロードっていうか、セーブしたかね。よし、いった。なんか同じ繰り返しですけどね、このシーンね。同じところ何回も行ってるみたいに見えるけど。あ、でも場所変わった、場所っていうか、ちょっと変わった、パターンが。よし。これ、ボスか。あ、これで終わり?あ、ボスや。これで、セーブしましょうか。2でもいいか。はい。このボスも見たことありますね。ムカデっぽいやつね。ロード。2ですね。はい。あ、そうか、取らないかな。ああ、しまった。飛ばない方が良かったな。これ戻されるんですね、ボス戦でやられてもね。あ、そうか、だんだんこれ、あれなんですね。剥げてくるんですね。剥げてくるっていうか。裸になっていく、骨になっていくというか。当たってない。よし、あと1回ぐらい。当たってないよ。頭か、あとは。当たってない。当たってない。あ、倒した。骨になってるやん。はい。これで、森の面か。はい。これで、セーブします。1でもいいか。うん。いや、面白いですね。戻って、ロード。うわ、敵が強いな、ここになってくるとね。妖怪ですね。カラス天狗みたいな。速いですよね、動きが。あ、見えないやん。
ど。お、怖っ。ジャンプはしてこない。あー、難しいなこれ。もういきなりめっちゃむずいやん。ジャンプはしてこないですね。降りてくるだけなんですね。それでもむずいな。ゲームがなるのめっちゃ早いもん。怖っ、怖っ。うわ、きついなこれ。全然進まないわ。これも一気に進めないな。親帰ってきましたね。ちょっととりあえずね、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思いますね。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いします。これまた続きまた、今日みたいにまたそのうちやろうかと思います。はい。